保護金をあの受給したときに借金あったんですかありましたね。いくら ?100 万ぐらいじゃないですかね。それも自己破産してないですね。まだある感じ。はい。ずっと払わずにいますね。それでもあれしよう抜けたら払わなきゃいけないよねってなりますよね。はい。とりあえず放置、そこを保留みたいな感じですよね。 保留というか、あの、借金って放置したらどうなるんだろうっていう、ただただの興味本位で放置してるところもありますね。え、どうしたいのじゃあ、その借金は最終的に。<laughs> 最終的にですか全然、あの、払ってもいいですし、払わなくてもいいって感じですね。<laughs> いや、全然、あの払、いい払いますよ。払いますよ、全然。<あ>最終的に、払うか自己破産か、あのー、って感じですね。 え別に今、パパッと暇なんだから、自己破産しちゃえばいいじゃんとも思うんですけど、はい、それはしないんですか、ちょっと実験してるんですか、はい、実験しますねあの、借金を負って生活保護になったらどうするんだろうっていう悩んでる人たくさんいると思うんで、借金があったままずっといた場合、どうなるかっていう、はい、その人たちに向けて僕が今、自分で実験してる感じですね、人体実験みたいなえそれでウクライナに10万寄付したら、ちょっとあれじゃないですか、不道徳っつうか、そっちに見られちゃうよと思うんですけどね。うん それは全然あの見る人のやつなんでいいんじゃないですかね。そのウクライナの寄付に関しては僕がしたくてしただけなんで、それをあの借金返済にあてろよって言われても、まあそれも正しいですしって感じなんで、はい。まあ俺は俺だよってことですね。<laughs> そうですね、あの、そうですね。なの最終的にはそ,のそうなってしまいますけども、確かに、あの、借金返せよっていうのはすごく分かります。やいや、そっちが。今やってるのは、はい、そっちの方が多数派の意見っていうのは分かるんですけども、うん、今僕がやってるのは、ね。正しいと思いません、そっちが。はい、正しいと思いますよ。 ウクライナに寄付する暇あんなら、ちゃんと借金返せよっていうのは、めちゃめちゃ正しいと思います。正しいと思いますよね。はいた。正しくないことは何でしちゃったんですかでウクライナに借金を、ウクライナに寄付をすることが正しいと思ったからじゃないですかね。ああ、なるほど。まあ、それはシカマルさんの個性なんで、まあ、突っ込まないです。なるほど。<laughs> どっちが正しいか正しくないかって多数派で決まると思うんですけど、前額がど,あのどっちが正しいとか多くないんで、僕が正しいと思ったかが正しいなんで、ウクライナに寄付することが正しいんですよ、僕の中では。 え丸さんその10万円持っていて、なんだろう、もうちょっと保護の中で、なんか活動するために、その10万が必要となる場合もあるじゃん、持っていた方が、はい、だ,だって、お金、貯金を20万、30万持っていくのはありですよね、保護でも。はい、ありです。でもよく削っちゃいましたね、やっぱ正しいと思ったからですよね、はいそれが。かな寄付することが正しいと思ったので。 僕があの稼いだやお金でもないので、人助けのために使いたいってずっと思ってたんで、なるほど。後悔があるとすれば、児童養護施設に寄付した方が良かったんじゃないのかなとかそういうところですね。寄付の先ですね。俺もねその、はいうん、海外よりも国内を何とかしようぜっとる思うタイプなんですよね。俺はね。はい。要はそのお金で例えばホームレス十万円あれば、あのいっぱい米とかレトルトカレーとか買えるから。 10万円分ね、ちょいちびちび配るとか、そっちの方がいいんじゃないかと思うんですけど、ね、まあ、これはあくまでも俺の考えで押し付けはしないですけどね。はい、あの、全然そういった考え方もあると思いますし、なんなら僕もあのそっちの方がよかった。寄付の先については、ウクライナよりもいいとこあったんじゃないのかなって今なら思いますけどね。<あ>寄付それがだから、要は、<laughs> ADHD の、そうそうそう、やろうと思った時にやってしまうっていう。なるほど。完全にそうです。なるほど。衝動外的なね。<laughs> あ、そう、衝動外です。<laughs> マジで一緒です。衝動寄付ですね。 うん、なのであの、寄付したことにはマジであの何も悪いと思ってませんよ。あの借金返せとかっていうのはた正しいと思いますけども、借金を返して、そのなんでしょう、金貸しの人たちが潤るよりも、ウクラいナが潤った方がいいじゃないですか。だって人死んでんだもん。確かに。っていう価値観ですね。人助けのためにお金を使うべきだと思うのでその、なんでしょうね、金貸しをしてる人たちが潤うのがどうなんだろうっていう。まあね。うん 右に反してることは、はい、分かるので、はい、僕の言ってることは間違ってると思いますよ。うん